スのズレが少し時間かかってしまった。田中、中山、田中を使う。田中中に入ってきた。田中クロス上げた。シュート決まった。同点に追いついた熊本。後半の8分、中山から田中入ってきて、最後ゴール前で詰めていきました。同点に追いついています熊本です。いや、深くえぐりました ね、あのいいポゼッションからギャップで間でうまく受けるんで、相手のディフェンスがちょっと迷うんですね、誰が行くか、そういうほんの隙を狙ってうまく前まで持ってきましたね。あと最後の中山から